皆さん、こんにちは。不動産テックコンサルタントの牧口です。いや、勝ちましたね、アイルランド戦。まあ、19対12。も、ま、う、あ、超興奮しました。大金星ですよ。まあ、今日はラグビーから学ぶテック戦略っていうですね、まあ、そういうお話なんですけれども、ちょっと先にですね、アイルランド戦のお話させていただきたいなという風に思ってます。まあ、今回のアイルランド戦はですね、まあ、アイルランド共和国と、まあ、イギリスの北アイルランドの、ま、統一のチームなんですけども、まあ、静岡にもですね、アイルランド人がなんと8000人も来てるってことで、まあ、超大盛り上がりしてるわけですね。 静岡県の小笠原総合運動公園のエコパスタジアムに、まあ今4万7000人の関係がいるということですね。まあ最初ですね、まあアイランドの13番センターのリングローズ選手ですね。えー、まああの、ボール取ってから先生のトライ決められて、まあこのリングロール選手のボールの取ってからの体軸の強さですね。超ビビって見てたんですけど、で田村選手のキック良かったですよね。前半39分のちょうど距離も39メートルのキック痺れました。まあこれで、まあ、 後半に行くわけですけど、で、後半の18分の逆転トライですよ。すごい。これ何がすごいかっていうと、まあこのトライなんですけど、まあウィングの福岡選手ですね、トライ決めたんですね。でまあ、外から、あの、ラグビーわかんない人からするとですね、こうトライ、福岡選手すごい楽しみになると思うんですけど、本当にすごいのはこの日本の13番のラファエル選手ですよ。このパスの速さ。 本当はちょっと動画流したいんですけど、まちょっとキャプチャー画面、ちょっと著作権が怖いんで、キャプチャーで我慢してください。で、ハーフから12番に行って、まあ一人、14番松島選手、飛ばしパスしてですね、まあ13番ラファエルから福岡選手にクイックパスしたんですけど、これ速いこれ本当にすごいこれこれがトライ決めた要因ですよね。いやぜひ動画をご覧になっていただきたいなというふうに思ってます。 いや、私、高校時代はラグビー部だったんですね。一応、あの、新潟の代表選抜にも選ばれて、まあ、控えだったんですけど、にもなったんですけど、まあ、残念ながらですね、春は優勝したんですけど、冬は花園行けなかったんですが、まあ、3番プロップっていうですね、一番体重が重いポジションになるんですね。でこの3番プロップって本当にンの下の超、 エンドしたの力持ちっていうポジションで、下手したら一試合で一回もボール触んないみたいな、そういうポジションなんですけど、まあそれはともかく、まあこの、今日は、まあすいません、前置き長くなりましたが、このラグビーから不動産テックベンチャーが学ぶことも多いんじゃないかなっていう、まあ内容の動画なんですね。まあそれが今,今日の動画の趣旨です。で、ラグビーっていうのが、まあすごい超特徴的なのは、 自分のプレイヤーが全部味方のプレイヤーをサポートするためにあるっていうところですね。ここがちょっとすごい特徴的かなというふうに思います。まあ、野球とかアメフトってのは攻守って明確に分かれるじゃないですか。今が攻めです、今が守りですみたいな。で、スター選手とか A 選手とか出てくるわけですよ。で、そういう攻め守りじゃなくて、まあ、ラグビーの場合全部のプレイヤーがサポートっていう概念なんですね。 でサッカーでいうとなんかミッドフィルダーみたいな感じなんですけど全員が攻守であってサポーターであるっていうのが、まあ、ラグビーのすごい特徴的なところで、まあ、常に攻守が入れ替わるスポーツなんで、まあ、ここで自分が行った方がいいのかそれとも味方にもフォローした方がいいのか味方に走った方がいいのかっていうことの状況判断が常に求められるスポーツなんですね。 例えばさっきのアイランドの13番のラファエル選手の例で言うと、パス受け取った瞬間にですね、ステップインして自分でトライ決めに行くみたいな選択肢も当然あるんですね。まあ、ステップアウトしていくって話も当然あるんですけど、一、まあ、人余ってる状態だったんで、そこは自分が盾となって、相手をこう肩で潰してですね、で、相手が福岡選手に行けないような状況にして、で、そのままクイックパスで福岡選手にトライ決めさせるみたいな。まあこれがあの、全部のプレーにこういった精神があるんですね。で、ワンフォアオール、オールフォアワンっていうのがラグビーの精神でよく言われるんですけど、まあ一人はみんなのために みんなが人のためにってことですよねだからラグビー選手って、まあ、トライ決めた後一1人でパフォーマンスなんか絶対しないですよねなぜかというとトライってのはみんなであの実現したトライなんでみんなで抱き合って喜ぶわけですよで、まあ、すいませんテックプレイヤーに話を戻すと不動産テック業界で生き抜くためには、まあ、こうした点が実は重要なんですよ っていう話ですね。みんなを生かさなきゃいけない。敵悪者を作っちゃいけないっていうところがポイントなんですね。よくテックプレイヤーってディスラプターって言われることが多いですね。ディスラプタディスラプトって破壊者ってことなんですけど、で、ルールや常識をディスラプトするっていうところが重要なんであって、まあ誰かをディスラプトするってことはないんですね。で、私も26年前から不動産業界見てきてますんで、不動産業界を変えてやろうみたいなプレイヤーがいっぱい出てきたのを、まあ我々ずっと見てきてるんですけど、まあその度にですね、まあうまくいってないなっていうところは、そこを履き違えてるからですよね。 不動産業界なんか悪徳じゃないみたいな。これユーザーのためになんないんじゃないみたいな形で、我々が本当の真のユーザーの味方ですみたいな形で出てきているプレイヤーがいずれも失敗してるってことですね。だからこそですね、まあ私とか考えてるのは B2B のサービスプレイヤーの存在がすごい重要なんじゃないかなっていうふうに思ってます。特に不動産テックの場合は顕著ですね。これはアメリカの事例をちょっと見てみるとわかりやすいと思うんですけど、例えば GAFA。 Google とか Amazon とか Facebook とか Apple ですね。巨大なプレイヤーってエンドユーザーだけじゃなくて企業向けの B2B サービスみたいなものが実は本当の収益の源泉ですよね。B2C のサービスが本当の強さじゃないってところですね。 だから今、まあ、例えて言うと、ソフトバン系列のウィーワークだとかー e ーとか今、すごい叩かれてますけど、まあ、それなんでかというと、自分たちだけは儲けようっていうところがちょっと透けて見えちゃうからですよね。まあ、こんな今までのやり方おかしいじゃんと、俺たちだけはエンドユーザーの味方なんだぜみたいな形で言うスタイルですね。これ、不動産業者に嫌われちゃうって話ですよね。で、まあ、ウィー o r クの場合は、アダム・ニューマン社長の俺だけが儲かればいいみたいなところがまあ見えちゃってるんで、まあ、これが戦えてるポイントになるわけです。で、テックのプレイヤーが生き残っていくためにはどうすればいいかっていうと、関わる人全部発品しない。 いけないわけなわですよテックプレーヤーってのはでこれは精神論でも理想論でも全くなくてビジネス構造自体の強さのことを言ってるんですねで GAFA がまあすごいのはエンドユーザーもビジネスユーザーもみんなメリットを感じているってビジネスモデルを構築しているってい点にあるわけです さて、で、不動産的業界のガーファって言われるゾークですね。ジロー、オープンドア、レッドピン、コンパスなんですけど、オープンドアとレッドピンって B2C のサービスしかやってないんで、B2B やってないんで、そういう意味で言うと、これガーファにはちょっと当てはまらないかなと思ってるんで、この、まあ、略語ってあんまり、 えー、適切じゃないかなというふうに私は思ってるんですけど、ここは本質なんですけど、テックのビジネスっていうのは今の時代、情報が武器なんですよ。なので、情報を制するものが覇者となるわけですね。それは Google しかり Facebook しかり Amazon しかりですよね。いかに情報が自動的に集まってくるかっていうことを考えていくべきなんですよ。そうすることによって新しいビジネスがどんどん生まれてくるシチュエーションが作れると。で、不動産テックの場合も情報をどうやって制するかっていうのが勝敗を分けるわけですね。で、ポイントは、日々生まれる情報の多さ、多様さにあるわけですね。 で、不動産なんていう、まあ、生涯で言うと、もう、そうそう取り切る機会のないような、まあ、ニッチなマーケットでは、その多くない情報をどうやって取得することができるかってことが、商売を分けることになっていくわけです。ここを多くの不動産テックプレイは見ようとしてるんですね。ビジネスの構築の時に、社会的な課題とか、業界的な課題、これ不便じゃんとか、これの方がユーザーにとってメイトあるじゃんみたいな観点でしか考えてないんで、中続きしないし失敗しちゃうんですね。どうやって情報が自動的に集められ、集め続けることができるかっていうことが、ビジネスの構築の肝になってくわけです。 で、それをローテクでやるのかハイテクでやるのかがテックプレイヤーかそうでないかの違いなんですね。 例えば、情報って言うと、不動産業界の場合、東京鑑定とかタスマップとかマーキルみたいなところが思いつくと思うんですけど、まあ彼らはローテク、まあ足で情報を集めてるわけですね。バーター取引で情報をくれる代わりに情報を与えますよとか、パテカをまあ足で稼いで集めてきますよとか、情報を購入しますみたいなことですね。で、情報には鮮度があるし、ローテクにはまあ限界があるわけですよ。なので、東京鑑定とかタスマップってデータの切り売りなんで、自分たちでデータを集めに行かない限り集まってこないんですね。だからこそハイテクっていうのが必要になってくるわけです。それも 方面からの情報がが集まる必要がある。必要あだからこそ、ワンオファーオール、オールオファンなんですね。エンドユーザーだけを見てたら、情報の取りこぼしが生まれるってことですよ。だってそうですよね。エンドユーザーなんて生涯何回、えー、不動産の情報を取得しに行くんですか自分がアクセスしに行くんですかって言ったら、まあ、そうそうないですよね。いや、例えばなんで弊社が B2B のサービス、不動産業者とか、金融業界に、あの、査定シミュレーションとかを提供してるかっていうと、圧倒的に情報が集まるからですよ。 だからさっきの話ですけど、ユーザーは不動産の場合ってそんなに情報を生まないんですね。売買だったら生涯で数回しか情報を生まないし、賃貸でも数年に一度しか情報を生まないわけですね。なので、エンドユーザー向けのサービスっていうのは情報を生み出すことができない。これが、例えば Amazon だとですね、毎日 Amazon にアクセスする。毎日 Amazon で注目するみたいな人がいるわけですよ。365日下手したら1日に何回もユーザーの情報が集まってくるわけですよね。で、そうした情報が集まってくるから、レコメンドサービスみたいなものを支えていて、それが B2B のまあサービスにもメリットを提供しているモデルになってるわけですよね。 だからまあ、えー、の弊社は B2B からサービス展開してるわけです。で、不動産業者だったり、金融機関に対してサービスを提供すると、彼らは毎日毎日何十件も何百件も不動産の査定をするわけですよ。その度にデータが入ってくるっていうシチュエーションを作れるわけですね。なぜならば、それが彼らの仕事だから。 そのプロのプレイヤーの査定の情報が集まる仕組みを作れば、もう今後誰も取得できない情報というのが自動的に集まってくるいうシチュエーションが作れるわけです。例えば、この会社はこんな地域の物件の分析すごいしてんだみたいなことが分かれば、その会社に有益な情報分提供とかもできるようになりますし、 例えば、君官が、まあ、査定シミュレーションを使うときっていうのは、世の中に絶対出てこないほぼほぼ確実な制約情報ですよね、それ。なので、誰も取得することができない情報っていうのが自動的に集まってくるわけですね。そうすれば、せいで、あの、分析の精度が高まっていきますから、えー、日々ブラッシュアップすることもできるって話ですね。これがエンドユーザー向けの査定を我々が例えば出したとしたら、これ正確でもないし、個人ごとの思考も全然わかんないし、全然有用なデータの蓄積にならないわけですね。 アメリカのテックプレイヤーに話戻しますけど、まあそうした発想でデータを収集している巨大プレイヤーっていうのは実はまだ出てないんですよ。例えばジローにしたって、まあ一人のユーザーさんが生み出すデータ量なんてまあそう大したことがないんで、だ1億物件集まっていて、全米の不動産業者あ、全米のユーザーがやってるからっていうレベルでまあ集まってますけど、まあそれって言うとやっぱり情報って、ホームズとかスームとかあんま変わんないわけですよね。大量の情報生まない。 だから、情報取得っていう意味では、ジローですら限界があるわけですね。なので似たようなサービスも簡単に出てきちゃう。だから、トゥルリアとか出てきたり、レッドフィンがライバルですみたいな形になって、まあ、そのサービス自体がサービス化できないんで、別のビジネスやるしかないってことで、アイバイアのビジネスとかやってるわけですよね。そういった意味で、不動産テック業界にはまだ、情報分野におけるガーワーみたいな、まあ、プレイヤーは存在してないわけです。 で、これまでの動画でも、まあ、いろいろ説明してますけど、情報ということに着目しているプレイはちょこちょこ出てきてますね。例えばアメリカで言うとコンプスタックとか、まあ、イギリスだとクレジットラダーみたいな、そういうプレイヤーですね。まあ、彼らが、まあ、いずれ、まあ、巨大プレイヤーと手を組むことによって、ガーファーとかになるんじゃないかな、みたいな私は考えてます。まあ、いずれも主眼は情報なんですね。情報さえ集まれば、あとは誰と組むか、ということで業界を席巻できるわけです。で、弊社はプロが目指す情報のカーチっていう点で、不動産テックサービス提供してますけど、そういった情報に着目しているプレイヤーは日本でもちょこちょこ出てきてますね。 まやっぱり、まあ、ここはすごいなっていうのはエスクロエージェントジャパンさんですね。まあ、本番社長は同じ新潟出身で同居ということで、いつもお世話になってるんですけど、エスクロエージェントジャパンさんは不動産の決済系のアウトソースサービスをやられて上場された会社ですよね。それを全国に展開されてると。なんで、アワーズというですね、立ち会いなしで不動産決済ができるようなテックサービスも開発してるんですけど、今、全国の不動産鑑定士だとか、司法書士のネットワークを作ってるんですね。で、彼らが日々決済、まあ、つまり、あの、登記の投入するだとか、物件の引き渡しするみたいな情報が、まあ、自動的にエスクロエージェント ジャパンさんで、集まってくるわけですよでこれがもう、まあ、膨大になってくるとですね、いずれ日本で一番早く、あの、陶器の移転情報とか分かったりするんで、これ、金融業界とか不動産業界からすると、喉から手が出るほど欲しい情報ですよねって話になるわけです。 他にも情報に注目してる、まあ、解説はいくつもありますね。例えば、トーラスさんだとか、IoT の分野で言うと、ライナックスさんのセンサ車情報だとか、まあ、そういった情報、まあ、に注目するベンチャーいっぱいあるんですけど、今日はちょっと時間長くなっちゃうんで、企業紹介はまた後日にしていきます。さて、本日お伝えしたかったのは、テックプレイヤーの戦略の立て方ですよね。だから、ラグビーのワンファーオール、オールオブハンの精神から、B2C、B2B の双方にメリットがあるむしろ全プレイヤーのサポート役ですっていうぐらいの立ち位置の方が、まあ、テックのビジネスってのは差別化図れるポジションを最終的に 構築することができますよってことですね。それこそがガーファの道です。そこをはぎしらえちゃって、情報の格差を解消しようみたいな形だけでですね、ビジネス行為。 構築しちゃうと情報の蓄積がされないんで、ゴインコンサーンなビジネス構築ができないってことですね。だからこそ、テック企業を外側から評価するときって、この情報を生み出すか、生み出さないかっていう観点で見るといいですね。自分たちの手で届く範囲。自分たちが貸してる物件のユーザーの情報しか入ってこないみたいな話になってくるとまあ、全然情報集まってこないって話になるんで、その企業価値か過大評価じゃないって話になるわけですね。<laughs> 今日はちょっとアイランドのあのアイランド戦で興奮しちゃったんで、夜10時に会社来てですね。わざわざこの動画作ってますけど、まあ今後もですね。まあ、こう。 テックベンチャー向けの戦略に今役立つような情報とかっていうのはまあ動画として配信もしていきたいなというふうに思っていますので、よろしければチャンネル登録の方をお願いいたします。